よし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 。はい、どうも、楽しみ中ご飯の時間ですよ。ちょっとなんかおかしいな、色合いが、色味がおかしいですけれども、色味がおかしいですけれども、あ、電気か、しまった、電気だ、もういいや、あっちの電気消しちゃったからだ。やっちまったぜ、やっちまったぜ。いや、今日も一日お疲れ様でございました。ありがとうございます。まだまだ暑い、今年の夏は終わんないぞと、長いぞ今年の夏は、ね、20年ぶりの、いろんなことやることいっぱい、やることいっぱいです。お久しぶりのバーガーキングでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。食べてみたかったのよ、あなたたち。もう冷めちゃったけれども、もう冷めちゃったけれども、今日は贅沢です。お願いして買ってきていただきました。ありがとうございます。ちゃんと買ってきていただいた方にもお礼はしてあります。どうですか、お礼はしてあります。ちょっと待ってくださいね。いや、バーガーキング久しぶりだ、食べたかったよ、本当に食べたいのがいっぱいありすぎてね、結局 全品制覇みたいなのはもう全然できないですけれども、それはしょうがない、それはしょうがない。名前なんだっけな、デラ、見ようか、見ようか、すっごい楽しみだわ。マッシュルームワッパージュニアとデラオニダブルビーフバーガー、デラオニ。マッシュルームもね、ちょっと前までだったら、あ、しまった、言うの忘れてたわ、オールヘビーって言うの忘れてた、まあいや、しょうがない、しまった、オールヘビー忘れてた。やっちまったぜ、こういうとこだよ、木島くん。あ、やっぱワッパーでけえ、ワッパーでけえ、うわ、ほれほれ、ワッパーでけえっす、幸せです、こうです、暗いっす、つけるべきだけどな、もういいよ、行こう、いただきます。マッシュルームです。うん、うん、おいしい、見てください、ああ、おいしい、バーガーキングの髪、いい髪です、非常にいい髪だ、ああ、マッシュルームだわ、うん、マッシュルームだわ、あ、マッシュルームですね、完全に、うん、うん、おいしいね、あ、ここまでか、マッシュルームエキス的なものかと思ったんですよ。すげえな、しっかり入ってんな、うん、言い方表現あれですけど、エリンギぐらい入ってますね、うん、すごい、うん、これはすごい、うん、さすがバーガーキングとしていいわね、これはすごい、これはすごい、バーガーキングすげえ、
普通だったらもっとおしゃれでしょ。ああ、真っ白すごかったな。これがオニオンがやっぱりワッパーすげえね。このデカさだもんな。さっきのジュニアがもうジュニア、あれでも十分ジュニアじゃないんですよ。うん、これです。これです。これです。たまんね。これがバーガーキングです。うん。ありがとうございます。うん。すげえな。まあ、メスターバーガーキングってね言われてるね。時期もありましたからね。僕はあの悪ふざけって俺も好きですよ。俺も好きだけど一番好きなのはクワトロチーズワッパージュニア、ジュニアじゃない、クワトロチーズワッパーです。バーガーキングではレギュラーではね。でもこれ玉ねぎが好きだから僕は。これはすごい。口の前にねこうなっちゃいますよ。なっちゃうけど、うん、ちょっといける。様とねお話しして、島の後輩、島の同級生、やべ電池切る、やば電池切れちゃいます。食べ過ぎです。1個で、ああ
日分ぐらいのカロリーはあるはずだ。僕ならよ、たこ焼きがあるから。運動も全然してないし、みんな元気ですね。いいこっちゃ。バーガーキングのデラオニーとマッシュルームのやつのジュニア、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃう。